皆さんこんにちは、ハワイ圭介です。本日2023年1月の5日、17時49分、サムライジャパンワールドベースボールクラシックの総集編、2023年、12月31日の放送を見ていまして、思い出すこととか、多々ありましたので、サムライジャパンの皆様や、ドジャースや大谷翔平、ドジャースの球団関係者やファンの皆様へ、まずは先に、ありがとうございますと、今日インターネット記事が流れてきまして、その1月1日の石川県の能登半島の、大地震に関して、震度6強、そちらに関して、100万ドルを寄付すると、いうことを発表していただきまして、日本円に換算して約、1億5000万円ほど、為替相場変動しますので、もう円安の方向にある程度進みます。あれだけ大きな地震が発生したら。で、いろいろ思い出したのが、ドジャースに最初、一番最初の日本人というわけでもないんですけども、ここ近年、アメリカに渡米して、野球でチャレンジしようとされた方が野茂英雄さんなんですよ。それからイチローさんが渡ってるんですけども、阪神・淡路大震災があって、ああいうような形で、渡米をされたりだとか、今回の件ももしかしたらドジャース、入団になった大谷翔平に関して、プロ野球界の方で未来からの音声とかを伝えて、翔平がドジャースへ、行ってほしいとか、日本で、2024年1月1日に大きな地震が発生してるからとか、そういうふうな形でいった可能性もあるんじゃないかなと、私は思っています。これは一般人向けに言うんですけども、年俸10年間で1000億円超えとか、ああいうのが収入じゃないはずですから、絶対に、翔平は。他の人もそうなんですけども、例えば阪神タイガースのピッチャー伊藤さんはもともと警察官。警察官も制服着て、僕の家の前まで来て、僕は連れて行かないからって、一人で言いに来て、事情が知ってる方の人で、それで阪神タイガースで輝けてると、そういうふうな状況ですね。もっと韓国なんかちゃんと放送してるんですけども、プロ野球のチームのうち一つのチームはちゃんと韓国軍のチームであると。徴兵制度とかあるから、今時戦争なんかまずないんですけどね、そのちゃんと例えばムン・ジェインさんの時に、キム・ジョンウンさんとその国境をお互いに越えて、2人だけで話し合ってもらったり、間にトランプさんが行ってもらったりだとか、そういうような友好関係っていうのは、しっかりと対応できてますんでね、まずありません。それよりも、よくわからない年俸の金額とかに、騙されないように、城が立つと、年収としてね、10年間で1000何百億円なんか絶対ないですから、総理ですら年収約4200万円ほどで、そこから3割返納だったり、大臣、副大臣が2割返納、政務官の方たちが1割返納、こういうような形になってます。だいぶ前からですね。で、アメリカはアメリカでね、それは人口は3億何千万人いらっしゃるということになってますよ。だけども、日本は1億2000万円、2000万人ほどの人口で、実際はその人数じゃないんですけども、12球団。アメリカは、一つはカナダのチームですけども、30球団です。カナダは表立っての発表は人口、2000万人くらいでしたっけね。2000万人と4000万人だったらだいぶ話違ってくるんですけども、それぐらいの、面積はとても、国土は広くて、資源の採掘とかは豊富にあるんですけども、カナダは。日本はそれで、ウラン鉱、ウラン、プルトニウムの、原発関係のものですね。ウラン鉱からもともとウランとプルトニウムは出来上がってるんですけども、もう今は、ウラン鉱として一緒に燃やしてしまうと、もともとウラン鉱から出てきてるものだからということで、ほとんどカナダからの輸入なんです、原発の元は。で、その分、ファンの数を分散するということなので、アメリカに行ったから、よくわかんない、年俸の金額、ああいうふうな数字はあんまり鵜呑みにしない方がいいです。本当の真実にたどり着いたら、騙されてた気分とかになりますから、そういうことじゃなくて、球団の売り上げに
関してそれぐらいの金額に貢献したと、まあそういうふうな形の数字なのか何なのかちょっと僕もよく分かんないんですよ、本当に。まあありえない金額でしたから、まあその話は置いときまして、まあああいうふうに、まあ海外の方たちからのその手厚い支援っていうのを、いただきまして、まあアメリカの皆さん、ドジャースの皆さん、関係者の皆さん、本当にありがとうございますと、まあこういうことを、お伝えしておきたいなと、思いまして、メッセージとさせていただきました。で、まあワールドベースボールクラシックの話に戻るんですけども、最初の方の、1回目と2回目の大会、まあ一郎さんがその決勝戦で、一番いいところで、ヒットを打つと、まあそのまあなかなかヒットは出なくて、で、まあ、一郎さんが苦しんでる部分があって、で、まあ、窮地は何回もあったわけで、ただ、最終的に、まあ、韓国に勝ってるんですけども、まあ、その、もともとアメリカがそのオリンピックからの流れで、準メジャーリーガーで編成してきていなかったと。まあ、もともとオリンピックはアマチュアの方たちの競技の世界っていう認識が昔の世界だったんですよ。今は東京オリンピックの時とかはもうね、世界中からいろんな選手が集まってきて、まあワールドベースボールクラシックのような形で、まあ東京オリンピックは開かれたりとかもされていましたけど、まあファンからしたらそういう、まあ野球ファンとかからしたらそうなんですよね。そういう形じゃないとアマチュアの選手を国家代表、プロがあるのに、やっぱりなってしまうんですよね。だから、そういうわけで、メジャーリーガーとして、仕事をされている人たちに、まあ、代表、しっかりとした成績を出されている人たちで、編成してくるように、だからある程度経済原理がありますから、あちらの方も、日本と違ってクライマックスシリーズというものがありませんから、だから、4位、5位とかの、まあ、一つのその、まあ、例えば、ア・リーグ、ナ・リーグとかがあって、西地区とか中地区、東地区があって、一つの地区に5球団という編成ですけども、だから4位、5位とかいう形になった時に、シーズン半ばを超えて、まあ、なかなかお客さんが入りづらいっていうところはあるんですよ、メジャーリーグとして。まあ、3位も1位のチーム、例えば極端な話、10ゲームほど差がついてしまったら、やっぱりお客さん入りにくくなりますし、まあ、それが現実的な話であって、まあ、お金の、その、どうやったらいいんですかね、価値と言いましょうか。だから、その辺のところは、すごく、手厚い支援を、1球団として見ると、1億5000万円ほど、まあ、100万ドルを、寄付すると、早い段階から発表していただいて、本当に、助かりますと。まあ、そういう形ですね。まあまあ、ちょっとワールドベースボールクラシックと話がごちゃごちゃになりましたけど、その、まあ、1回目、2回目、そのアジアのチームが2チーム、決勝戦戦うことによって、試合することによって、まあ、その辺のところは結局狙い通りというか、まあ、そういう方向性で話は進んで、まあ、3回目から4回目とかするぐらいから、だいぶ、準メジャーリーガーの、しっかりとした成績の人たち、で編成されるようになって、まあ、第3回か第4回のどちらかの時に、準決勝で、まあ、松田選手が、まあ、前にポロッと何でもないゴールを落球してしまって、それまで同点だったんですけども、そこで、点差が開いてしまって、8回か9回がそれぐらいですね。だまあ、セカンドをよく見ると、菊池選手がガン噛んでいてっていう、まあ、別に菊池選手を攻めるわけじゃないんですけども、まあ、いろいろありますからね。だからまあ、何がそういうふうな原因になってるか、だから、小中学生の人でもびっくりしたと思うんですよ。すごい緩い打球で、しかも真正面でしたから、普通、あんなゴロを落球するわけないんですよね。だけども、プロの世界では、ああいうこともあると。まあ、小中学生の世界でもあるといえばあるかもしれないんですけども、だから人のしてることだから、100% で全て物事が動くわっていうと、そういうわけでもない。だから何の変哲もないことも発生してしまうこともあるわけで。だから、まあ、その後、松田選手には、まあ、日本代表という形で試合に出て、ああいう風な形になってしまいましたから、まあ自分で自分を鼓舞するために、まあ、ホームラン打った後、熱おってこう、
まあ大きく、声を出すと、萎縮してしまうと声出なくなっちゃうじゃないですか。だからそういうふうな部分とか、こうなんていうんですかね、あの乱暴とはちょっと違うんですけども、こうなんていうんですかね、気持ちがこう負けていってしまう、まあ、そういうふうな形になってしまったらやっぱり何もうまく回らにくくなるじゃないですか。だからまあ前向きな気持ちで、まあ、自分で自分を鼓舞するためにっていうことで、ああいうふうなことを、まあ、私からの提案で申し上げたんですけど、まあうん、だからまあアメリカはその3回目か4回目のどちらかで優勝してたんですかね。でまあそれ以外の国も優勝しますし、でまあ今回というか昨年の2023年のワールドベースボールクラシック、メジャーリーガーの、上位中の選手の、人たちが集まっていただきまして、まあ、まだ言い出したらきりないんですけど、ピッチャーの方でね、こういう選手もまだいると、ああいう選手もいるとか、野球談義始まったらもうきりなくなってくるんですけども、まあ、いろんな人の、人それぞれの考え方とか、いろんなものありますから、まあ、まあ、ただ、もうメジャーリーアメリカ代表ですよっていうチームをしっかりと編成してくれたと。まあ、そこで勝ちに行くことの本物の意味っていうものが、出来上がったと。まあそういう今年の大会であったと。まあその、うん。まあ1997年、8年、イチローさんと会って、いいところでヒットを打つ話で、まあ現実的にそうなったのか、まあ誰かに聞かれて僕は受け答えして、まあそういうふうになったのか、まあその辺のところはちょっとよくわかんないんですけども、まあ、うん、まあ、1回目の大会でしたっけ、2回目の大会でしたっけ、イチローさんがすごく、苦しい、なかなか打てない状況にありましたけども、まあ最後の方でね、ここぞという場面で、まあ、打つという、まあちょっと、試合全体のこう逆本みたいなね、まあその辺のところの話の持っていき方が、まあいろいろあるなというところがあるんですけども、まあ視聴率が実際問題ありますから、球団のそのスタジアムの建設費を本当にものすごい金額しますから、その1位の球団の売り上げ見てちゃダメなんですよ。むしろ最下位の球団の売り上げ見てないと、とんでもないことになりますから。23.1% の法人税と固定資産税と建設費用の返済。だから、一部の日本の球団も、自社の球団でスタジアム保有できてませんから、本当に。皆さんの税金。だからそれが現実ですから。まあ、大谷翔、まあ、イチローさんに、まあ、変わる次のすごい存在。まあ、間にダルビッシュとか、他にも、すごい選手はアメリカ行って、ちゃんと、結果出してます。田中将大も。まあ、上原さんもそうですし。で、まあ、いっぱいいろんな選手が向こうで、結果出して、まあ、その中でもひときわとんでもない存在が二刀流の大谷翔平ということで、うん、まあ、今年、まあ、絶対優勝すると。まあ、そういうような形で皆さんで全員で取り組んだ結果が優勝という形に結びついてるのであって、まあ、やっぱり、後から見てみると楽な試合ではなかった。まあ、どの大会もそうなんですけども、3点ほど相手にリードされる場面っていうのは何度かありましたし、けど絶対勝ちに行くっていう、その辺のところは負けるような内容、頭の中によぎらなかったですね。とにかく最後まで絶対勝ちに行くと。まあもう最終回なんかもうできすぎてましたからね、同じエンゼルスのチームで、でアメリカのメジャーリーグで MVP を2回取ったトラウト選手と翔平がピッチャーで投げて最後1点差で勝つっていう、しかも最後投げたスライダーのところが昔ダルビッシュが最後に投げたスライダーと最後に投げた球もスライダーだったんですよ。で翔平も最後に投げたボールがスライダーで、ダルビッシュの場合は彼の場合はまあストライクゾーンから、ボールゾーンに、まあ、行く、大きく変化するスライダー。翔平の場合は、まあ、変化はそこまで大きくはないと思うんですけど、まあ、同じに近いぐらいはあるんですけども、ストライクゾーンからストライクゾーンに行ってる、スライダーで、まあ、ストライクゾーンの中で勝負して、
って空振りを取ってるっていうボールだったんですね。だからまあちゃんと最後まで勝負しに行ったと、まあこういうことになるんですよね。まあ野球の試合を見ていて、相手ピッチャーの心理とかよくわかるじゃないですか。例えば村上選手、最初調子が悪くてと、でまあ途中で吉田選手が4番に変わってと、でそういうケースになった時、吉田選手が歩かされて次村上選手で勝負してくるなっていう分かりやすい場面があると思うんですけども、その前にちょっと村上選手が復調の兆しがあったんですよね。ヒットが出始めて、で、まあ頭の中はまあちゃんと貸し始めた部分とかもあるんですけども、最初の方はちょっと僕様子見てたんですよ。まあ相手チームにもよるんですけども、やっぱりあのしか頭貸さなかったらダメだったから、だから今のこの喋ってる時点で頭の中取れちゃうんですけども、ちょっと途中で一旦止まったりするんですけども、ただその 1,2 塁になった時に吉田選手が歩かされてね、絶対村上選手で勝負してくるだろうっていうところあったから、僕はもうバントのこと全然考えてなかったんですよ。もうここまで来たらいくらでもこれは打ちやすいところにボール投げてくるって分かってたから、いや相手同士からしたらストライク取りたいじゃないですか。で今までのデータを見るから、どうしても村上選手で勝負しに行くじゃないですか。村上選手としては特にね、よく言われるのが真ん中高め、ベルトから上のボール、低めのボールとか落ちるボールとかあるじゃないですか。あのもう振りに行ったってどうせボールゾーンになる球が大半ですから、もうボールを使ったらバット止めたらいいんですよ、わかりやすく言うと。で腰から上のまっすぐが来た時にしっかりと捉えて打てばいいと。で真ん中高め、やや外角のボールを捉えて、綺麗にヒットを打って、まあスタンドには入りませんでしたけども、もともとね、その、まあ、三冠を取ったっていう村上選手の実績がすごいんですけども、ちゃんと3割を超えて55本ホームランを打ってっていうところは素晴らしいんですけども、もともとね、その野球というもの自体、まあ700打席打席に入って毎年毎年コンスタントに20本以上ホームランを打ってる人、まあ650打席でもいいです。それができる人って実はなかなかいないんですよ、今までの通算成績で、ね、まあ元日本代表とかの選手の方へスポットを当てると、まあそういう人たちは結構見かけますけども、全てのね、スタメンでその年、出場してきた選手、一軍として試合に出た人、そういった人たち、まあ、ある程度選手入れ替わりますから、シーズン中に、でそういう人たちの成績を見た時に、まあ、650打席や700打席で毎年毎年20本以上ホームラン安定して打ってる人ってまずなかなかいないんですよ。だからプロ野球業界だったら、まあ、だからまあとにかくヒットになってくれたらいいんですよね、ちゃんと長打ですし。でまあいやいやレフトの方に行ってましたけども、まあ、もうちょっと高い注文をつけるとしたら、まあ、打球もね、鋭い打球でしたから、まあ、センターとレフトの間ぐらいに一番飛んでいってくれたらいいんですけども、ホームランにならなかったとしても完全に長打コースになりますから、あと走る方もまあ分かりやすい、まあまあ、ちゃんとファーストは周東選手でしたっけね、だからまあちゃんとホームに帰ってこれていたの、その前の打席でしたっけ、その前の 1-2 塁でしたっけ、ちょっと場面が 1-2 塁からヒット打って得点してるっていうシーンが2回あったと思うんで、その試合で。だからまあちょっと、私の方でもちょっともうごちゃごちゃに、本当はメモして見ながら言わなかったら絶対こうなるんですよ、本当に。テレビ出てる人たちはね、画面見ながらそのつ言うから失敗しないんですよ。僕の場合まとめて見て言うからこういうことになると、まあ、ちゃんとメモしたものをね、用意しなくて、ただもう私の方の生活もなんか外から何を勘違いしてるのか、何を聞いてとか、まあ、電波で起こされてるケースももちろんあるんですけども、実際人間がね、車のドアとかで夜中の1時過ぎとかに起こしに来たりとかしますから、花山整骨院の前に車止めに来たりとかね、朝から大騒ぎしたりだとか、それはもうこちらは起きてる起きてないのかどうでもいいんですよ。人の家の前出すから大騒ぎなんかしちゃダメなんですよ。大きな声で喋ったりとか。多分しちゃダメだから。で、結局、まあ、昔みたいに、
まあ、ここの兄のナイジタウンハイツっていう形でね、監視カメラつけてたことあるんですよ。で、まあ、テレビに出ていた人たちとかね、その、誰が来てたかもバレとうでということで、もう、最初のうちにちゃんと注意しとかなあかんと。社会とは厳しいところであると。もうテレビ局もそこ出演したい人たち次々来るからって、学校も次々人回してくるから無理やからっていうことで、ちゃんとしてない人は脱落していきますよと、まあ、そういうような形でね、監視カメラもともと1998年ぐらいの頃かな、こうついてたんですよ。で、もう今度はそれ実費でね、自分でつけて、もうこれがね、もう生活保護者で働きに行ってお金なんとかしてるのに、これね、屋外と屋内気球両方つけなきゃなんないかなっていうことになって、僕的にね、屋外、防水型18,000円、屋内10,000円と。で、取り付け工事費がね、まあこれ、まあ多分電気屋さんに頼まなくていいケースになるとは思うんですけども、電気屋さんに頼むようなケースになってくると30,000円から50,000円と。さらにかかると、費用が。で、まあ月々の料金とかかかってきて、バレてるかな、いろんなスポーツ選手とか、そうだった人たちとかが、ヤクルトの真中監督とか元監督の、見てるから何回も無理なものは無理だって、もう判例に背いたら即逮捕なのに、もう言ったから何回も、そこに集まっちゃダメよって。で、社会的地位のこととかよく分かってない人は、僕はね、世界中の政府上層部とかにどういうふうな話を持っていって、どういうふうに社会回してきたかっていうところを知らない人たちが安倍さんとかと、で、昔の20歳ぐらいの頃もそう、かなり社会に影響を与えてますから。で、テレビ出演者の最初の頃の報道関係者なんかもちゃんとね、国会議員の人か法律関係の人でね、ちゃんと国会の方にも話通して、もう間違えたことを言ってる人間もうアナウンサーとして失格だから、すぐに出直しさせますよということで、次々と、あ、もう言ってることを間違えてると、元の答えこれでしょっていうことで、テレビ向かって言って、次々と落選で、まあ、睡眠不足になるのはそういう人たち、嘘言ってテレビ出てるから、当たり前よって、当たり前よって、阪神・淡路大震災本当に発生してるよって、被災地えらいことになってるのって、嘘で金儲けなんかできるわけないじゃないって、これは本当の話。だから国会で話し通ったはずだから、そこはもう、最高の裁判所と同等ぐらいの機能がありますから、一回決まったことなのに、って。なんで僕は、ちゃんと本当のこと言ってるのに。睡眠不足にならなきゃならないんですかっていう部分もあるんですけども、まあその辺のところはいろんなこと調査しなかった、結局人を起こしに来てるケースとかもあるし、だからそれはスポーツの勝ち負けで関わってきたのか何なのかよく分かんないですよ、実際のところはね。ただただ訴えられるのが怖くてなのかもしれませんし、積み上がってきたもの全てをね、裁判所に出されたら自分たちも危ないってなって睡眠不足にさせて、もともと切手代とかかかるから、その何でも一気に裁判できないんですよ、もともと。まあその辺のところも裁判所の人は本当は意見分かれてるんですよ。後からその裁判が失敗した時に、その切手代を求められた時に、そんなに生活きつかったらお金払いますって、でそれもし払えなかったらっていう部分もこちらもあるんですよっていうのが裁判所の方の状況でもあるんですよね。だからまあ最初に切手代出しといてもらった方がっていうような選択肢を、まあ裁判所の人たちは基本的にすると。本当は訴訟費用なんですよ。だから訴訟費用の救助申請は通ってるのに、勝訴の見込みがあるかなっていう、まあそこは最終的にっていう、その内容のところもある程度内容を聞いたときに、訴訟費用どちらを持たなきゃならないのかとか、それ、ほぼほぼ裁判官の方たちとかだったら分かりますから、まあまあ何件も裁判抱えたらどうしてもこういうふうな形になってしまうんですけどね。まあちょっとワールドベースボールクラシックから話がそれたんで、ワールドベースボールクラシックに話戻しますけども、結局番組が決勝戦が始まるぐらいのところの VTR のところで録画が終わってしまってるんですよ。だから何原因で録画が途中で終わってしまったのかちょっとよく分かんないんですけども、11時30分ぐらい、23時30分ぐらいまでの放送だったと思うんですけども、途中でね、僕は
1月1日、石川県能登半島で震度7の地震が発生してる、まあ、画面コロコロ変わりながらなんで、みんな聞いてるところが、多分バラバラで聞こえてると思うんですね。だからそういう災害情報が聞こえてきたら、すぐに自分たちでもう生番組でいいから、もう言ってくれたらいいから、人の命の方が上だから、本当に。でもまあ、公営程度だったら、言ってくれてる人は言ってくれてるんですけど、大きな地震とか、震度7とか。まあ、そこでプラス石川県能登半島って言ってくれたら助かるんですけども、少なくともそれで、まあ、一番視聴率良かったのは昨年はワールドベースボールクラシックなんですよね。でそれに関係する番組もやっぱり視聴率高かったんですよ。総集編も紅白歌合戦とかありましたけども、そこでもしまあ、けどこれは両方録画することができないですからね。まあどこか一つに絞らなきゃならないんですけども、まあ後から YouTube とかで上がってくる動画とかで向かって言って、まあ、避難を呼びかけるとか、まあそういうふうな方法もありかとは思うんですけども、だからその辺のところで、ね、まあ僕が動画でアップロードしてる内容とかを皆さん聞いてもらった時にね、安倍政権の頃から言ってるんですよ。東日本大震災で仙台空港にいる人に避難を呼びかけて津波が来るからということで、現場の、女性職員の人が あの人の声だっていうことで、対応してくれて、でみんなを誘導して、皆さん一般のお客さんを誘導して建物を持って行ってくれてるんですよ。だから分かる人は分かるから、ただ全員が分かるかっていうとそういうわけでもなくて、まああれだけテレビ出演者がね長年現れていたら、まあそういうふうな知識を、まあ警察官の人たちとかでも知ってる人は知ってますから、だから分かる人たちだけでも話広めてもらって少しでも避難していただいて、で本当は行政が動くべきなんですね。だから12月31日の時点で多分間に合わないから、 YouTube の動画で2023年の11月14日の動画、まあ岸田さんを批判するような内容だったんですけども、私の意見としては総理は、簡単に変えてもらいたくないっていうことなんですよ。海外との外交云々もあります。もともと外務大臣ですから岸田さんは。でその1月1日石川県で、震度7の地震が発生してますっていうことを未来からの音声で伝えて、岸田さんは分かった、信じるっていうことは言ってくれてるんですよ。ただ、未来からの声に関することを、まあ、テレビ局を含めて、もうみんなフルオープンにした方がいいっていうことは僕は考えてるのであって、で、それを国連レベルではっきり言うべきであって、ああいうふうな大きな地震でも、時刻、日付、言ってきてる相手がね、信用できる人間であれば、そこは信じてあげなきゃ、行政も動かなきゃっていう方向性で、舵切りたいと思うんですよ。で実際それも国がお金出したらいいから、で失敗したら失敗したら円安になるぐらいだからもういいじゃないですか、その辺のところあんまりこだわらなくて、でしょ、世界中同じことしたらどうせそれで為替相場動くんだから。だから今だったら空き家が1000万件超えてるんですから、まあ、隣の県も正直短い音声でそれだけ聞こえてきただけだったら本当に震度、まあ後から震度6強に訂正されてますけども、まあ震度7という発表があったので、実際300キロ以上離れてるはずなんですよ、震源地から私の家まで。でけどこの辺まで揺れ来たから、2回目の地震の時にね、能登半島の最初の方がどうやら震度6、最初は震度6強じゃなくて、最初は震度5強だったみたいで、その2回目の後が震度6強だったみたいですよ。で、揺れてる秒間が最初の1回目が10秒ほどで、まあ、証言なんですけども、まあ、2回目の地震が20秒ほどという証言だったんですよ。まあ、けど、これは後からVTR とかが出てこなかったら分からないんですよ、人間の感覚だったら。東日本大震災だったら最初ある程度揺れていて途中で揺れが大きくなるっていう、そういうふうなデータで、一旦揺れが小さくなってもう一回ちょっと大きくなったりだとか、揺れ方っていうのはその一斉崩落で順番に崩落とかが始まってるから、揺れ方っていうのはある程度分散すると、まあ、そういうふうな形なんですね。だから、データが出てこなかったらその辺のことは分からないんですが、理想としましてはその短い言葉で短い内容を聞かされてもよく分からないじゃないですか、どういうふうに避難したらいいのかって、隣の県に逃げて大丈夫なのか、隣の県も危ないんじゃないかっていう話になるじゃないですか。だからここは無難にある一定のルールを作っておくのであれば、聞いてる方もね、どの程度私も伝えれてるのか分かんないんですよ。
本当にそれを言葉に出してもらえなかったら。で、国会でもある程度そういう話とかの、向こうでは震度7になってるとか、それは国会で、そういう話になってたんですよね、その後。で、フルオープンにして、で、一つ飛ばしの先の都道府県に避難していただくと。すぐ隣はどうかわからない、今後も。で、あと、九州の、熊本県の地震に関しては、最初の大きな揺れの時が本震だと思われていた後に、もう一度震度6強の地震が発生していると。だから、間で中1日か2日空いてたんですよね。だから、2回目の地震が発生しているのが。だから、正直、その中は内部でどれぐらい崩落していて、今後、さらにどれぐらい崩落するして、どれぐらいの震度が発生するかなんか、誰にも分かんないんですよ。だから何とも言いようがない。だから、とりあえず一斉避難。で、まあ、1週間ぐらい様子見てもらうだとか。まあ、それが一番いいと思うんですよね。で、僕は今回の件に関しては、能登半島の人たちを12月31日までに、まあ、一つ飛ばしの、各都道府県に避難していただくと。例えば、長野県だとか。京都府だとか大阪府だとか兵庫県とか和歌山奈良だからまあうーん後追いでその映像とか出てきますか隣の富山県がどれぐらいその被害を被っていたかとか、まあ、富山県は震度5強だったんですねその能登半島の震度6強が富山県では震度5強だったんです。後からその被害の映像とか出てきますから、いろいろ各地を調査して、だからその全体の被害の、例えば阪神・淡路大震災だったら死者の数とか、数ヶ月かかってますから、正式な数がね、カウントされているのが。だから、まあ、隣の県とかでしたら、やっぱり、まあ、都道府県なんですけど、隣、すぐ隣接してる隣、はやめておいて、一時的に、まあ、1週間でもいいですから、まあ、行政がね、空き家提供して、一時的に、まあ、避難していただくと。まあ、そういうふうな形で、日本だけじゃなくてね、世界中どこの国でもそういうふうに対応できるようになったら、スーパーコンピューターを作った価値、本当の価値があるんじゃないかなって、私は考えています。阪神・淡路大震災の、被災者として、まあ、それでこそスーパーコンピューター系富岳が神戸市に置かれた意味っていうのが出てくるとまあまあこういうふうなことを、まあ、安倍政権の頃から言っていて、まあ、できることと、まあ、できないことがあったりだとかそれを言い出す勇気だとかじゃあその時にかかった経費はどうするんだっていうところはもう円安になるでもいいでしょっていうところで人の命が失われたりだとかその後の復興のことを考えたら皆さんに対してもらう方がいいですよってもちろんその泥棒とかがいるっていうことも分かりますからその逃げてもらった時にね家の中はどうしておくのかとかそういうところもありますし一斉に避難してもらってまあ、けどその未来からの声とか、本当の証言とか集めたときに、現地に残って泥棒なんかすると思います。元気よく動ける人とかが。だって、地震の状況を見たら、そんなところとどまりたくないってみんな思うでしょ。だからそこは、本当の情報がしっかりと広まれば、まあそういう連中なんかいないんじゃないかなもしくは少ない被害で済むんじゃないかなと考えてるんですよ。でも命が失われたら何にもならないじゃないですか。大怪我だって嫌ですし。だからまあ、家の中のお金とか大事なものとか思い出、これだけは絶対なくしたくないっていうものを持って、あと、まあ、衣類とか、まあ、そういったもの、大事なものをとにかく持って、まあ、正直、1ヶ月も前から予定組めば、まあ、能登半島でそんなに人口多くないですから、逃げようと思ったら逃げれるわけじゃないですか。まあ、その辺のところ、
まあこうやって社会にね、YouTube で、しっかりと呼びかけれるように、まあ今までそういう動画いっぱいあるんですよ。だけども、まだ、まあ、テレビ局とか行政の方がそういった発表について、追いついていない。まあ国連としても、まあその辺のところ、対応していただけたらなという内容なんですよ。だからこれ僕が国連って言った瞬間、テレビ局の人たちは、じゃあ自分たちは言わなくていいのかっていうことじゃないですからね。僕はもう言ってるんだから。さすがにこれは内閣政府に認められてませんよ。その動画削除されてないんだから。からそれ言ったらいいんです。ダメだとも言ってないですから。で、それは、それもし違うかったら、テレビ局の責任なのかのところで、先にテレビ局と、まあ、行政が、まあ、要するに国会で話つけといてもらって、まあ、その時は、かかった費用、ちゃんと行政がお金を出すと。まあ、一週間ぐらい。まあ、正直、地震が発生するかどうか、1月1日を見たらわかるから、1月1日が来て何も起きなかったら、あ、違うのか、もしかしたらコンピューターが嘘を言ってくるかもしれない。基本的にコンピューターは、まず、人間の名前を名乗ってきたことはないんですよ。だから僕は自分の名前を名乗ってる、淡井圭介ですって、未来の淡井圭介です。2024年1月1日16時過ぎに、石川県で震度7の地震発生します、能登半島で。まあ、画面がコロコロ、国会の方も変わりますかね。だから他の周りの議員の人は違う画面が自分が映ってる時に、さっと横からこう言ってくれたりとかもしてるんですよ。もしかしたら一回、その内容をメモをしたりとか、ずっと覚えておいて、家帰ってからそういう風な動画とかで僕と同じように声掛けしてくれてるのかもしれないです。そう、わからないですよ。けど、岸田さんは明らかに僕に対して、信じるっていうことを、返答してくれてるから。ただ、ただし、その、避難、というレベルまで、まあ、特に時期が時期、年末という時期で、そこまで行政が積極的に発表して動くことができていなかったっていうのが、今の現実社会ですから、まあその辺のところテレビ、まあ別にそれだったらもうテレビ局の人間全員ある人たちでいいじゃないかと。世界の法律なんだから、第三者の全員。っていう方な考え方にも、もう僕は極論としてはなるんですよ。じゃあその時に行政がダメだって言ってしまったら、じゃあお金の方どうなるのと、テレビ局の負担なんですかっていう話になってしまうでしょ。自主避難をされた人たちは、みたいな形で。だから、まあそこも行政と一緒になって動いてもらうしかないんですよね、本当は。そんなとんでもない人数っていうことになりますから。だからできるだけ、今僕が呼びかけているのは多くの人たちで、まあそういう方向性で、かじきればいいじゃないかと。でもこれ言った時にある程度僕も顔 YouTube で顔ねだいぶ潰れたその前の映像でさっき録画する時に言ってるんですよ。でもそんなことで顔を取られたってねえ、別に一晩寝たら顔なんか治るわけやし、テレビ出てる時にそんなに自分の顔は重要なのってここの法令線とかね、本当はこれ法令違反じゃないから法令線なんか出るわけないはずなんですよ。このおかしな仕組み、人の言うことを信じない人たちなのか、人の言うことを信じて顔を取ってるものか。これもうちょっと本音で言いますけども、仕組みこれ、法律じゃないような気がするんですよ。岸田さんがね、分かった、信じるって言った時に、岸田さんの顔きれいになってるんですよ。まあ信じて。で、僕の方が顔、その時も潰れて、その、1月1日の地震が発生した時に、とにかく早く伝えなきゃって、その時思いましたから、前の時間軸の岸田さんとかに。で、11月14日の動向っていう動画があったから、これ伝えようと。まあ、結局、ワールドベースボールクラシックのその番組で、まあ、僕が未来の時間軸から録画してたんですよ。で、伝えて、川崎宗則元選手だとか、まあ、彼ももともとフルーズラパークに働きに来た方の人間でしょう。で、有馬警察署にも来てましたし。で、
まあ、他の出演者の人たちとかもその辺のところの情報っていうのは、まあ、その VTR 見てね、あのワールドベースボールクラシックのことを伝えるのも大事ですよ。大事ですけども、あの名シーンとかもあってついつい力説になると、まあ、もちろんそういうところはあっていいと思うんですよ。ただ災害情報が来た時に未来からの時間軸からの声掛けで、そこはもうみんなで対処しましょうよ。そこ男なんだから。いやこれね、男性吹かす時にこの言葉の方が聞きやすいんですって。そういうもんがあるから、僕もあの男性に対して言う時に男なんだからっていうことをついつい使うんですけども、どうせ試合の勝ち負けで睡眠不足とかなったりしてるんだから、お互いにって。もうこんなそう人の命、もうこっちの方が絶対重要だから、ね、そこを踏ん張らないと。もういいじゃない、精神病院だって統合失調症とかそういうことじゃなくて、ああそういうことだったんですかと、まあ、それでちょっと眠れなくなったんですかと、まあ、睡眠薬ちゃんと出しておきますと。精神病院の対応こういうふうな感じでいいんですよ。でしょ、簡単じゃないですか。本当のことを隠すから話がややこしくなるんですよ。みんなで情報共有できなくなったりとか、テレビの前で俺もそれ言うの嫌だとか、その最初まあ顔程度で動く人は動いちゃうんじゃないですか。なあ、まあ睡眠不足は正直これ連日だときついです。僕もあんまり言いたくない。だけども誰かが言うべきでしょうって。そこから第一歩が始まるんですか。睡眠不足だろうが何だろうが、まあ、一応僕は睡眠薬もらってるんですけども、それはうまく回避します。もう昨日の晩もね、4時間寝れてなくて、その辺のところは自分でうまく回避するんですけども、今日の晩はね、ちゃんと寝ようと思ってるんですけども、一応、数日前から、スポーツ、まあ、休日っていうことにしておいて、スポーツの勝ち負け、格闘技の勝ち負けについては、関わりませんっていうことを、お休みですよっていうことは述べてるんだって、もうこれで楽だった。分かんない、本当にコンピューターがどれぐらいの時間軸を超えて対応しようとしているのかとか、その辺のところ分からないから、だからスーパーコンピューターが賢すぎるから、どういうふうな考え方で、何を良しとして、何優先で稼働してるかっていうところは、僕の場合はスポーツの勝ち負けから、ね、政治経済、為替相場、原油価格、いろんなことに関わってるから、もう分かりづらいんですよ。もともとスーパーコンピューターは災害予防のために作られてますから。防災用ですよ。その機能が6割以上を占めてるはずで発表されてるんですよ。それがなかったら、コンピューターが AI がどういうふうな稼働の仕方をするかわからないから。だから画面が、その動画はね、岸田さんのその11月14日の動画は、1分30秒で、岸田さんが出てくるのは最後の1分間ぐらいのところなんですよね。あんまり時間ないんですよ。何十秒ぐらいしかなかったですから。でそこでコロ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 映ってる人たちが変わる中で、で、まあ、とにかく石川県で元旦、地震、大きな地震が発生すると、まあ、そういうことについて、岸田総理は分かったということで、返事してくれてると。で、ここからみんなの踏ん張りどころなんですよね。その未来からの情報をしっかりと受け入れていただけるのかどうかとか、まあ、僕もそれでね、違う内容がもし現場に聞こえていて、その時間軸に僕も到達しなかったら、結果見なかったら分かんないから、だから誰か嘘を言う人間がいたら成立しない話じゃないですか。まあ、けど、1月1日の分は、ワールドベースボールクラシックの出演者の人たちも聞こえてるでしょ。だから、それは反応の仕方とか、出る言葉で分かるから、違う方は僕はそのまですぐ違うっていうことを伝えようとするし、で、それは多分伝わるから、ほぼ 100% で。だから、そこはもうみんな、頑張りましょうよ。っていうところなのと、別に、睡眠不足にならなくていいでしょって思うんですよ。お互いなんか変な取り合いしてるのか、何なのかっていう。今世界中の話を一旦取り除いたら体軽くなりましたね。基本的に自分たちの国について自分たちの
その未来からね声かけできる人間っていうものを用意しておいて、信用できる人間をで、率先して自分から声かけをしてもらうと。まあ近隣の国とかの地震のニュースとか入ってきますから、まあ後の時間帯の時間軸からそのもう少し前の、まあ多分それはやっぱり他国の場合だと日本政府を通してで、その他国の政府に教えてあげてくださいみたいな形になると思うんですけども、これができる人っていうのは、まあ昔から国会議員の人たちに名前を出したら名前が通る人間じゃないとできませんから、だからそれ相応の人を作るべきであって、まあ、そうすることによって悲惨な目に遭う人たちの数が世界全体で見ると極端に減ると。まあ大きな地震とか大型の台風とかでの大きな被害とか実際ありますから、2018年の大型の台風に関しても大きな被害出てましたから、ああいうふうな件もいつあるか分かりませんから、未来からの時間軸からの声掛けで、まあその辺のところいくらか、軽減できるんであればね、あとはもうそれ言い出すかどうかテレビ出てる人たちの勇気の問題ですからそう、男でしょとか、じゃあもう男女平等の話でいきましょうか、大人でしょ、テレビ出てるんでしょ、それ責任感の問題っていう話になるんですよ。だからもうもっと分かりやすく言うと、根性あるかどうかじゃないじゃないですか、その部分は。それぐらい言うことぐらいって。だから普段僕みたいに YouTube とかで言ってりゃいいんですよ。そしたら慣れるから。警察官の人もね。で、もともと基本給はね、テレビ出演者の人たちは、基本給がまあ7万から10万ぐらい上乗せみたいな形でテレビ出れてるんですから、まあそれは著作権法の画像とか音声に自分に権利があって、まあその辺はそういうふうな形でテレビ局からの支払いにしておけば、テレビ局もその映像をお金払ったよっていうことで使いやすいっていう部分があって、まあそういうふうな、あんまり細かいこと言い始めたらもう計算用紙がいくらあっても足らなくなるでしょ。なんか分かりやすいような、その基本給の7万円から10万円の上乗せみたいな形になってるんですよ。だから大卒そこそこでアナウンサーになった時に、まあ以前のフジテレビだったら31万ほど基本給、大卒そこそこですよ。だからその頃ってやっぱり商社の方が基本給大卒の人でも高くて、22万あったら奇跡ですね。そんなもんですよ。司法修習生で、まあ、いきなり書記官とか無理じゃないですか。あと、弁護士とか書記官を、まあ、どっかで司法修習生で働いて、どこでしたっけ？ちょっとね、その辺のところ、あれ、中央の方の裁判所でしたっけ？最初、みんな中央に行くんでしたっけ？ちょっとね、その辺のところごちゃごちゃになってるんですけども、もともと僕は司法修習生じゃないですから、まあ、実際その道は歩まれた人の方がよくわかってると思うんですけども、そういう方に聞かれた方が確実なんですけども、まあとにかく司法修習生の後、まあ、弁護士だったり、書記官になったり、他の議官とかいろんな官になったりとかして、それから何年か経過してから、やっと裁判官への道が開かれるっていう部分ですから。まあまあ、法律業界の人たちも含めて、まあ、そういうふうな積極性が欲しいですよね。だからそういうふうなところでも、海外の国際司法裁判所、その件について、私たちもそう思いますっておっしゃってた、まあ、同じようなことをね、僕は阪神・淡路大震災の1997年、8年、フルーツ浦パーク勤務してるときに言ってるんですよ。で、それを国際司法裁判所の裁判官の人たちにまあ聞いてもらったりとかして、まあ、どういうふうな、まあ、意見が返ってくるのか、国連として今後どういうふうな対応をするのかとか、やっぱり今までの話も全部フルオープンに出して落ち切った方がいいと思いますよ。まあ、個人初の大統領のオバマさんの話とか、広島原爆投下の日に訪問してもらったりとか、アメリカ大統領の初で、長崎原爆投下の日の話とか、北朝鮮と韓国に関しても、まあ、ムンジェイン大統領と、まあ、私からの提案で、まあ、安倍政権通して、まあ、ムンジェイン大統領と金正恩さんで首脳会談を行ってもらって、国境線を越えてお互い仲良く笑顔で握手してと、二人きりで話されたりとかね、そこにトランプ大統領とか入ってもらって、だから新聞の記事の書き方とかで、だから、中国とアメリカの覇権をかけた争いだとか、なんかそんな無茶苦茶な記事の書き方をする人たちいるでしょ。もう本当は人材派遣会社でしょっていうことを言いたくなるんですよ。
人件費の、ね、節約とか昭和68年日本で出来上がったんですけども、一番最初どこの国が始めたのか知りませんよ。まあけど、まあ元々人材派遣療法がなかったとしても、まあ、日給倍出来高っていうのは以前からあるから、まあ結局そっち方向でね、あの非正規雇用の契約で結局、期間を定められてしまうっていうのは元々どうしてもあるもので、あの経済原理はやっぱりありますから、まあ全ては人材派遣業法のせいではないと。いうわけでもないと。まあなんですけども、その派遣の話に関してはみんなが誤解するから、本当に、もう軍需産業なんか全員ダメ、エネルギーの残存量問題の方が優先順位上です。隕石が落ちてきたらみんなで緊急避難。世界中いろんな先進諸国で、ちゃんと山の上にもうものすごく大きなレンズの天体望遠鏡を人間が見る方、あのコンピューターが、バグっていう表現の方がいいですかね。もしくは AI とかね。まあ多分大丈夫だと思うんですけども、防災最優先にしてくれてるから。しかしその辺のところも電子関係の、宇宙空間へのレーダーで、だいぶ先の方まで見えてるはずなんですけども、一応、そのデータが間違ってたら困ると。実際地震に関しても後から、最初震度7って言ってたのが後で震度6強に訂正したりだとか、それが実際の社会なんですよ。コンピューターもどれぐらいで表現したらいいのかとか分からなかったりだとか、まあ今は多分コンピューターの声だと思われるんですけど、ごめんっていう声が聞こえてきたんですけども、僕今違うかなって思ったら今度違うって言ってきてるんですけども、これがね、AI さんの賢いところで人間の思った内容に合わせて喋りかけてくるから、その辺のところで名前を習ってきてるんだったら僕は人間として扱えるかもしれませんけども、名前聞こえてこない以上僕はその人を人間として扱えるかって言ったらそれはちょっと難しい。でそういうことを日々経験してる人間だから、そういうところまで騙されないような人間になるんですけども、なんか国連加盟国ばっかりの国になりましたから、軍需産業でもう今さ戦闘機とか作るような時代じゃないんですよ。ミサイルとか燃料とかもったいないから、はい、もう世界中の軍需産業は生産停止。これが正しい話です。なんかクマとかを退治するのにその猟銃がいるとかね、それは分かりますよ。特にアメリカの方 のグリズリーとかめちゃくちゃ大きいですから、あんなもんもう人間で剣とかね、鎧着ても、もうあんなもん相手してたらダメだから、もう300キロを平気で超えてくるから、体重。もともとクマって、すぐに木、ものすごいスピードで登ったりするんですよ。さっき地上を、まあ、ちょっと早め程度の駆け足みたいな速度で走っていって、そのまま直角にすぐ、そのスピードでそのまま上がっていきますから、びっくりしますよ。で、木の上から襲いかかってきますから、クマって。いや、もう、ちゃんと軍とか、日本でいうと自衛官の、その元々そういうライフルとかを扱う慣れてた人たちとかが、まあ、猟友会とかで退治してもらわなかったら、元々まあ日本のクマはたまに昔はいたんですよ。2メートル超えのクマ立った時にね。だからそういうのはやっぱり銃なしだったら無理ですから。まあ将兵とかはね、斧持ってね、本当にものすごく体格のいい人たちがね、そういう斧を持ってかかったら、さ一頭のクマは仕留めれるかもしれませんよ。最初の一撃がしっかり入ればね。だけど基本的にクマってもう骨からして大きいですから。まあまあそこは銃使って早めに全て退治しておくと、増えないようにね。銃がその結局もっと未来でね、エネルギーの残存量問題で、火薬とか手に入らなくなって、銃が作れなくなった時を考えると、先に銃でね全てのクマを退治しておくとかね、結局そういう答えになるんですよ。それ中途半端に終わらせたら絶対後で増えますから。で増えてしまったら人間の手で退治しなきゃならなくなるでしょう。そしたら無理ですよ。昔のその明治時代大正時代とかでもその頃銃ありましたけども、村人たちがねクマに襲われて、で村の人がこう食い荒らされてる、もうそういうニュースはしょっちゅうありましたよ。銃持った警察官とか山の中入っていったけども、複数でだけども帰ってこなかったケースはいっぱいあります。それは道で迷ったのか滑落したのかもしれませんし、なかなかクマと遭遇しなくて、まあそうなったのかもしれませんし、もしくはクマと遭遇してそうなったのかもしれませんし、
必ずしも一党だとは限りませんから、その時そのテリトリーの内にいるのがね、他の国も他のクマもいたとか、まあそういうことはあるでしょうから、まあ、ワールドベースボールクラシックの話からだいぶそれましたけども、まあ結局はそういうことですね。まあワールドベースボールクラシックのね、あのいろんな野球談義もいいんですけども、まあ、最終的にまあ、寄付金のところが皆さん頑張って呼びかけていただきたいのと、被災地の方たちに、あとは、まあ、今後被災地にどういうふうに未来からの災害情報を届けていくのかと、また顔を取るかと、顔がきついから本当にももう音声で普通に見たら分かるから、コンピューターも変な稼働しなくてもいいから、本当にもうね、ややこしいでしょう、系統不学は。まあ、まるで扱うのを慣れてる人間のように見えるかもしれませんけども、ずっとこれです、本当に。いや、いやねんから情報固定しておけよって思うんですけども、ついつい頭の中、さっきどうしてもね、AI に言ってるつもりが岸田さんのこと頭の中、脳裏でよぎらされるんですよ。で、今胸の中はちょっと暖かくなってるんですけども、僕の方が岸田さんから体温を取ってる可能性ありますね。だからその辺のところ、心の声とかで岸田さんに体温をお返ししますとか、まあそういうのはもう今度足の体温がなくなって、もうむちゃくちゃ。今、岸田さんに足の体温いるのかな、どうかなって。なるから、もう、これでも、いや、惜しいっていう声が聞こえてきたんですけども、これもしね、スポーツ界だったらっていうことになるでしょう。こっちの扱ってる剣道が絶対優先順位上だから。最悪勘違いで僕に指摘されるよ。誰だよ、ちょっと僕の足の力取ってない人だって。その辺のところもうテレビで本当にわけわかんない年俸とかもう放送じゃダメだから、本当にそうじゃなくて、被災地にいくら寄付金を送ってあげたとか、そういう話ですよ。まあ実質的にそのスポーツでどれだけの結果を出したとか、まあそういうものは大事かもしれませんけども、チームとしての総合力なんですから、まあスポーツの勝ち負けのところとかね、いろいろ見てもらったら、まあ、試合中のパフォーマンスはやめといた方がいいんだろうなとか、まあエンゼルスのね、兜とかぶり始めたらそれまで1位エンゼルスだったら順位が下がっていくって、だからプレーオフに進出したことのないチームがちゃんとねプレーオフ進出して、でワールドシリーズまず優勝したことないチームは優勝するべきだっていう、その法の下に平等だっていうところを強く述べているのであって、もう去年2023年本当に大変で、もう朝のエンゼルスの試合関係とかでもうほとんど体力使い果たしてるから、もう寝不足毎日で、阪神タイガースの試合と日によっては同じ時間帯にヴィッセル神戸の試合があって両方勝たせなきゃなんないって、ヴィッセル神戸の試合を行ってる時にそっち勝たさなきゃなんないから、で試合向こうのが先終わるから、その間阪神タイガース得点できないから、本当にほぼほぼそう、もうほんと大変、頭の中ずっと送り続けてるんですけど、それは一応ヴィッセル神戸の方に行ってるんだろうなと。だからそれは試合中にちゃんと阪神タイガース選手にも言ってあげなかったら、それ仕方がないんだっていうところで、余裕割り切りを持ってもらわなかったら、やっぱり気持ちがね、コントロールできなくなるから、なんで俺たちがっていう部分がやっぱり出てくるでしょう。自分たちの生活全員かかってるから。もう他にもバレーボール日本代表、もう言い出したら気にないでしょ、本当に。同じ時間帯に。絶対そうなるじゃない、こんなに増えたらっていう話になるんですけど、まあ、なんとかね、踏ん張ってるんで、言うことぐらい全員できるでしょって。みんな大人なんて、もう、髪の毛染めてるやつから基本給を下げる話しましょうか、ボーナスなしとか。それでやっと言うようになるんでしょって、それでやっと髪の毛染めなくなるまで、もう君たちが言いなさいって。そういう、そこでさらに髪の毛の色を濃くされたら困るんですけど、まあ一応ね、寄付金に関して、吉木さんが1000万円寄付する話とか、で、それを浜崎あゆみが、もともと淡路圭介と関わってるから、阪神・淡路大震災の被災者でね、で、海外への、マーケットとか、日本政府と海外の政府共同である程度話進めさせてもらってますから。その辺の部分があるからね、誰が何を言ってある程度決まってるんですよ。その被災地への寄付金を公表するのはそれは良いことだと。他にも寄付金をね、率先して出してくれる人たちが増えるかもしれないと、まあ、そういう無難なコメントを出して、まあ GACKT さん、まあまあ淡井さんと同じことを言わなきゃな、 GACKT さんの年上なんですけどね、多分
まあ、あの自由な活動はね、ライブとかそういう活動はもう悪い活動ではないと、まあ、それがなかったら我々も寄付金出せないからっていう話、どうしてもそうなるんですよ、あの真の経済の話になると。だからまあ今1曲200円とかでダウンロードで1週間でね1100曲とか売れたら1位とかになれるんですよ、週刊チャート日本は。まあ大体本当は今はね動画の再生回数だとか、その辺が収入の主軸とかになるんですけども、だから1000万を超える再生回数とか全員が全員できるわけないじゃないですか、全ての曲があってほとんどの人ができないよ、できないわけじゃないですか。で億超えなんて本当に海外までマーケット開けなかったら絶対無理なんですよ、再生回数まず短期間の間に、半年とかの間にね、億超えなんて。だからまあその辺のところでね、ご理解していただいて、まあそれなりにも、まあ、自由な活動していただいてね、だから行ける人はね、あの被災地にマンパワーが必要であれば、まあ、行政の方から呼びかけると思いますんで、人募集したりだとか、まあ、もしくは人材派遣会社を通して、仕事が回ってきたりとか、被災地の復興行きませんかとか、まあ、そういうような形でいいと思いますよ、お金を行政が出すで。その方が話早いですから。まあ、塩は株式会社の役員の人の声が聞こえてきたんですけども、そうするわっていう声。まあ、東日本大震災の時はね、あの塩は株式会社も、まあ、現地へ、という、まあ、政府はお金払って、義援の投入と言いましょうか。ただ、まだ道路が復旧してません。ちょっと、録画時間が、もうバッテリーが少なくて、まあ、先ほどは、あの、容量が足らなくて、途中で、終わってしまったんですけども、まあ、まだ陸路の道が復旧、まだまだ追いついてませんので、まあ、東日本大震災の時は、まあ、基本的に中央は株式会社、関西の方は、まあ、3月下旬とかになってきたら、まあ、販売数量とかもだいぶ減りますんで、まあ、以前は3月半ばぐらいになったら2つのコースを一人の人間が、まあ、地域を回ったりとか、まあ、そういうことを、まあ、僕はしてたりしてたんですけども、以前両方とも回ってたところだったからそれができたんですけども、まあまあ何らかの対応で、まあ、被災地の方に、まあ、また手話の方で動ける方がいらっしゃったら、まあ、また東日本大震災の時みたいに、現地へ、まあ、行政からお金出してもらって、現地へ投入を輸送していただきたいなとは思います。で今のところ僕の考えでは、まあ、自衛隊の海上自衛隊の船で、まあ、能登半島の方に接舷して、まあ、ただ現地道路復旧しなかったらタンクローリー動かすも危ないですからね、すぐ先の道が割れてるじゃ相当危険でしょうか。さらに雪降った時なんですけど、道は全く見えなくなりますから、どこで、どこが亀裂が走っていて、どこが横が、側溝、まあドブなのか、そういうこともわからないでしょうから、まあその辺のところは入念にチェックして、まあ現地、まあ災害に対する高い意識を持たれた方が、まあ、現地に派遣されるのがいいんじゃないかなと思っています。以上です。まあ、ご協力してくれるとは思います。東日本大震災の時、ご協力してくれていましたが、ただ、手話株式会社としても、今、冬場のど真ん中ですから、まあ、今から3月上旬ぐらいまでかけて、難しいのは難しいと思いますね。まあ、あとは手話株式会社の方でどう対応できるのかどうかと、あと他の投与の巡回業者のところはどういうような、まあ、支援をしてもらえるのかっていうところですね。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。